三本東博明治43年8月16日は江戸時代末期から明治時代の人物。岡山県久米南城郡立山村の村長。ため池の築造や道路の改良など地域の発展に尽くした意名は吉方。久米南町別所に先人たちの偉業を称えた聖地碑があり、その中に東博の名も刻まれている。碑文中、 高知整理組合の設立が明治43年と、あるのは東博の裁判年にあたり、また常日の新聞記事から明治23年の後期化。三本氏は、戦国時代の絵師、土佐光元の小五郎財門が、三政家国に下校し、高をなして土地に泊まることにしたものの、ようはばかり、土佐を言わず父の意味名をもって、死としたことに始まると伝えられる。土佐光元は、 南北朝時代から戦国時代にかけて江戸頃、あを多く排出した土佐派の絵師であり、菊池代、藤光丸、女子の三人の子がいたことが分かっているが、老齢の父、土佐光重が弟子の源氏に孫三人の養育を託してから、後の維持に関する資料は極めて少ない。A62 年8月に土佐光元が、 木下秀吉の田島攻めに加わり沈没した時点で、元服をしていないことから、菊池雄はこの時10歳に満たないほどの年齢であり、藤光丸はさらに年少となる。その後、土佐家文書に、天正3年から天正10年にかけての年貢の、配当についての文書において、この時光吉が健在であったにもかかわらず、土佐宗忠という人物に当てられていることから、土佐宗忠はすなわち、 着手の菊池代で、藤光丸が長じて、五郎左衛門を名乗ったと考えられる。岡山県立図書館記録資料館所蔵、久米南城郡別所村、三本家資料によると、明暦元年8月から昭夜、又、ま、米、上京4年11月22日から昭夜、野兵の文書が残されており、以後明治維新まで当主は、代々野兵を襲名した。天年12月4日、 行年75歳吉次郎へ、次郎吉根文化3年9月18日行年43歳、弁次郎義坂へ現時元年行年73歳、吉左衛門義吉則明治40年2月21日行年78歳、東博吉方明治43年8月16日、長女、重野次女、美香三女、久志が四女、梅代長男、清白次男、白三夫、年男五女、 よし六女、住すみこ、ありがとうございます。